では最初のニュースです中野区若宮でカンプ金詐欺が発生しました被害に遭ったのは若宮二丁目に暮らす70代の女性です一昨日い22日女性宅に区役所の職員を語る者から医療費のカンプ金がありますなどという電話がありました 女性はその後、電話をかけてきた銀行協会を語る者の指示に指示通りに無人 ATM を操作、現金およそ67万円を振り込んだということです振り込め詐欺やカ付金詐欺などの特殊詐欺は依然として被害が出ています電話口でお金やキャッシュカードの話が出たら詐欺の可能性が非常に高いです 相手と直接やりとりしないよう留守番電話を利用して詐欺被害の対策に心がけてください少しでも怪しいと思ったら一人で悩まず必ず家族や警察に相談してください